クが来ましたが、後半相手に攻められることが多く厳しい時間帯もありましたが、全員で勝ち切ることができてよかったです。次の決勝も全員でハードワークして優勝したいです。今前半の45分がスタートしました。まず山梨学院大学右サイドから東洋大学がクリアしていきます。さあ楽しみですね。はい、土地谷美優、はい、素晴らしいキック持ってますよね。はい、さあ土地谷のキックゴール前こぼれて書き出しました。東洋大学セカンドボールは山梨学院大学左サイドをえぐってくる。中井のクロス、ゴールキーパー中村のキャッチです。いいですね。山梨学院東洋大学左サイドでゲームを作ります。収めてクロス、まだあります。書き出しました。素晴らしいコンビネーション。声援を送る。伊藤仕掛けていく。伊藤のシュート、うん、決まりました。先制山梨学院大学。伊藤選手のドリブルからのシュート素晴らしかったですね。立ち上がり6分での先制決定しているので、まあ、そこは継続しながらっていう形かなとは思います。はい、さあ山梨学院大学左サイド中に打ってきました。ただここはゴールキーパーの中村っていう強い気持ちを持ってプレーしているところはすごい相手としても嫌でしたし、すごい印象的なプレーヤーだなっていうところですね。はい、さあフリーキックヘディング左足のシュート、うん、最後は打っていきました。14位土地谷が入れます。土地谷クロス中央ヘッド決まりました。追加点です。素晴らしいクロスからの素晴らしいヘディングでしたね。いや素晴らしいゴールが決まり、2人立ってるのでなかなかどちらが蹴るのかわからないんでね、難しいんですよね。はい、さあ中に入れてくる。ゴールキーパー抑えました。大原のキャッチです。すごい、そうですね、はい、サイドバックの選手もちょっと対応が難しいかもしれないですね。はい、さあここはゴールキーパー飛び出しました。枠の左外縦パスを差し込んでいくかっていうところですよね。はい、さあ藤井、ああいいとこ見てましたね。左へ送ります。長尾が収めてクロス、キーパー大原のキャッチです。今の展開はさあ斉藤が収めて右へ送る。シュートクロスバー押し込んだ。3点目山梨学院大学、さらにリードを広げます。いや素晴らしい得点でした。そうですね、これも行った方がいいですね。前から行きます、うん、これも前から行った方がいいですね。はい、はい、パスでしたかね。はい、上田から長いボール前線へ、甲斐が収めてふわっと浮かせたボール、トラップからの右足でした。木本のシュートしている選手です。憧れは本間志音選手ということですね。右足のシュート打っていきました。16番の稲山のシュートがありました。
く前では駆け引きが行われてるんですよね。さあ、とつたにが手を挙げて、そうですね、主審の荒木さんもしっかりコミュニケーション取りながら見てくださってますね。これはサイドネットでした。今日の審判団主審、日本人の方が世界で活躍するっていうのはとても誇らしいですし、はい、嬉しいですよ ね。大学女子サッカー経験者がおっと打っていきました。とつたにの右足、やっぱしそうですね、シュートレンジは広いですね。ね、僕がいつも見てる豊さんよりはちょっと苦戦してるなっていう印象なので、山梨学院さんのプレッシャーがいいのか。さあ、東洋大学のターンです。書き出しました。東洋大学のスローインです。東洋大学は崩しながら一つ前に、ここからの精度ですね、はい、縦に送ります、うん、村岡を走らせるボールでしたが、はい、まあ、狙いとしてはすごくわかるので、はい、まあ、これを継続しながら一つシュートまで行く。こちらのキックヘッドでクリア、こぼれてキーパー収めました。ここで前半終了の笛です。山梨学院大学対サイドバックの2番の選手が、あの内側のポジションでボールを受けようとするので、はい、やっぱり中盤の選手が逆サイドからしっかりスライドしてこないと数的不利ができちゃうんです。北村から稲山ヘッド、こぼれて笛が鳴っています。あの脇でボールを引き出して起点ができ出すと、こうやって押し込める状況ができるので、そうですね、縦パス入ったという関わりですね。田中のクロス、ここは島田原がブロックしました。そうですね、一つここセットプレーチャンスですね、はい、東洋大学のコーナー、山田収めてドリブル、中4枚います。山田、やっぱこう1試合通して、あの山梨学院の、あの左サイドを拾えると、拾います。稲山、ね、ドリブル中2枚、外使います。落合のクロス、落合、最後は北村の左足、はい、まあ、そこをお互いボール大事にしながらゴールまで行けるかですね。北村の浮かせたボール、うん、いいボールですね、右足のシュート、決まりました。小林リリコです。東洋大学1点返します。すごい綺麗な形でした。すごい、あの時間が経つのが早いなあっという間ですね。はい、さあ奪った、ドリブル、伊藤、伊藤のシュート、ここは中村がしっかり正面で収めました。やっぱ伊藤選手もここな、いやでも1年生でこのピッチに立てるっていうのは、おまたこれチャンスですね。伊藤琴音、ドリブル持ち上がります。右に送って、ここはしっかり藤井が対応しました。そうですね、大外が空いてるんで外うまく使いながら、ここからですね、一体ちゃったら仕掛けるのか。加藤からクロス、胸トラップ、あ、ナイスキーパー、大原がブロックしました。あ、素晴らしい、ナイスワンタッチ。北村から、ナイスボール、右へ広げます。加藤、収めた、加藤のクロス、大高に、はい、んですかね、で東洋大学のコーナーキックです。キッカーは北村美優です。ショートコーナーですね。北村のクロス、しっかりついてましたね。ヘッドでクリアしました。います。さあ、これ1点入ると流れは大きく変わりますかね。ショートコーナー、北村のクロス、ファーサイド、
パー狙いでパーに蹴って折り返しを狙うのか。長尾の左足、うん、こぼれてシュートはブロック。東洋大学も後半1点返しています。さあ、ゴールキーパーの中村がここは収めています。